で、まあこの顔をね、入れてるっていうか、左下にこう自分を自撮りをして、乗っけてるっていうのもちょっと実は、単純にそのおっさんのこの残念な顔を晒すっていうことだけではなくてですね、一応今後のことを考えて、やってまして、これは最終的にはですね、まあ、ちょっといつになるかわかんないですけど、まあプレイステーション VR とかいうああいう機器がね、今後やっぱゲームの、まあ、主流になるかどうかはわからないですけども、まあいずれああいう機器を使ったゲームの実況とかも多分撮ることになるのかなと予想しておりまして、やっぱり自分もね、E3 で体験した時にすごく可能性を感じた、今後のね、次の世代の、ゲームを、ね、こう担っていくデバイスなのかなというふうにって思えるぐらいの力強さというかね、凄さを感じたので、でその VR をね使ってゲーム実況するときに、単純にその画面だけでいいのかっていうふうに思いましてですね、まあ、どうしても、ね、そういうデバイスを見るとこの実況にどう反映されるんだってことをこう考えてしまうあたり、ちょっとねもう病気だなと思ってるんですけど、まあ、それでね、やっぱこう自分のこう頭をこう振ったその、ね、頭の振りと画面の動きがリンクしているのを、実況動画としてね、やっぱりこう表現したら面白いんじゃないかなと、はい、まあ、当然ね、VR かぶっちゃったら目とかは当然塞がれちゃうので、まあ、映って口元ぐらいなんですけど、はい、まあ、ただ頭の動きと、ね、その実際喋ってるっていう、ものがね映ってれば、それはそれで、まあ、一応そのバーチャル感というか、ああおっさんあっちの世界で頑張ってるんだなっていうのがある程度表現できるんじゃなかろうかと思って、で、まあ、でもその自分をこうね撮影しながらゲームをするっていう経験が、まあ、あんまりないんですから、で今からそういう自撮りするにはどういう工夫が必要なのかなっていうのをね、やっておけば、いざその VR でやる、でそれも自分を撮って実況したいって言った時に、まあ、すぐ、それが実現できるのかなと思って、そういう意味合いも兼ねて、自撮りちょっとやってます。でこれやるにあたって、まあ、当然グリーンバックが必要だなと思いまして、汚いこの部屋の背景をね、そのゲーム画面に映しちゃったらもう世界観ぶち壊しなんで、はい、なんで、まあグリーンバックは絶対必須であろうということでちょっと調べたら、すっごい安いグリーンバックが布のね、アマゾンに普通に売ってたんですよ、ね、2000いくらだったかな、もっと安かったかもしれない、でもかなり大きいやつ で、はい、で部屋の中にカーテンレール別に敷きましてですね、それにこう吊り下げて、ゲーム実況収録する時だけシャーッとこうそれを展開して、でちょうどそのねゲーム画面と、ゲーム画面を見ている自分の抜けにはグリーンバックっていう配置になるように一応大きい位置工夫してですね、で自分の僕の角度、顔の角度とか目線もなんとなくこう左下からこう右上で、この自分もこのゲーム画面を見ているっていう、はい、角度になるように調整をして撮影はしています。でカメラ自体は本当昔のね、安いウェブカメラで、解像度も本当 VGA 640×480 っていう非常に小さい画素数で撮影はしているんですけども、それでもねこのフル HD の解像度に対して左下にこの大きさであれば全然問題なく、はい、別に解像感が足りてないっていうことはここまでちっちゃいとね
感じないので大丈夫かなと、はい、いう手応えはね、あのバイオハザードの時に、掴んでましたので、まあね、この人祭り屋にもね人の汁で腐ったものっていう炭祭り屋にがね、人の汁で腐ったっていう意味が分かりませんなんで炭祭り屋に人の汁を垂らす必要があったのかって、どういうシチュエーションだったんだろうかそれは。このおばちゃんがね、毎回ダークソウルはね、まあダークソウルに限らずですから、このソウルシリーズの敵キャラも NPC もこの笑い声が本当にねいやらしい感じでね大好きですねえへへー真似したくなりますもんねいいわこの炎の大式ホールドですよ、だって嫌すぎるでしょあ、ちょっとあまり大きくない。ちなみにもう、日またぎましたね、6月9日になってしまいました。いやーでもここのゾーンね、あんまり実はちょっと探索不足感が否めなくてですね、なんか結構ここ見落としあるんじゃないかってね思ってて、早くもう一回ここをプレイしたいんですよね。別キャラというのも、まあ2周目でもどっちでもいいんですけど、なんか全然探索しきれてなかったと思うんだよね。ね、まあ、いつも言うことですけど、基本的に絶対もう2回3回4回ってやるゲームだっていう前提のもと初見プレイしているのでね、まあ、だからわざと見逃してるってことはまず絶対ないんですけど、いくら気をつけててもやっぱりねこう回収しきれるものではないし、逆にね僕まあよくね僕はまああんまりウィキとか見ないよと、見たとしても2周目以降で、しかも全部くまなく見るのではなく、まあどうしてもこう知ってるんだけども場所が分かんない、ありかが分かんない、出現条件が分かんないとかっていうのをね、散々探したけども、まあ、どうしても見つからないって時は、まあ、見るなり、まあ、人に聞くなりはするけど、まあ、全部このねくまなくウィキ見るとかってことは僕はしないんですよね。でそれじゃああれだよと、一生もう分かんないまんま知ることなく終わってしまう、そのアイテムとかねイベントとかもあるよって、それもったいないんじゃないのっていうこともよく言われるんですけど、俺はねそれはそれだと思ってるんですよね。それはもうあくまで僕のねこの、まあ、冒険では気づかなかったものはやっぱりそれはなかったものでいいと思うんですよね。でまあね、まあ、それとは別にね、なんかいろんなイベントというかね、誰かの企画でこのまた新たにそ何年か後にね忘れたような頃にプレイしてみて、その時にまた発見した時に、こんなことあったのかっていう驚きもあっていいと思うし、実際僕なんかやっぱダークソウルでもねそういうことありましたから、デモンズソウルでも未だにありますからね、そんなルートあるのみたいなとかね、そういうのって僕はなんか 100% 全部が全部見なければならないものとは思ってないんですよね。でまあ昔から僕その傾向は強いんですけど、まあ、ちょっと違うゲームの話になっちゃいますけど、やっぱりそのベセスダのね
今僕モロウィンドウというゲームをねもう2年ぐらいやってるんですけど全然進んでないんですけどめっちゃ面白くてですね。で、あれなんかもう全部を見るなんて不可能に近いぐらいものすごいボリュームなんですよね。本筋に関係なく、はい、なんでもうああいうのをやり始めちゃうと、あ、別になんかそれはそれで俺のね冒険において起きたことがやっぱりそれが俺の冒険なのであって、あるものすべてくまなく見なければならないっていうものじゃないだろうと、そんなことより世界観に浸って楽しめよっていう、うん、僕はどっちかというとそっちかなというところです。でちなみに今あの不倫の指輪って撮ったんですけど、これ確かねこの時に喋ったのが今ふわっと思い出したんですけど、もう終わってますけども、あのダークソウル2のプレステ4版のね、一応なんか俺直縛り的なことをやらせてもらったんですけど、その時にだからあれはね本当見た目亡者的な格好でやってたんで、あの装備重量が非常に軽いから、あのその不利の指輪あったら結構有利なんじゃねえかっていうコメントをいただいてて、でも俺ダークソウル2で不利の指輪見つけてないんですよでっていう時にたまたまこのねこの3月29日の段階であの違うダークソウル3でそのフリーの指輪を見つけてしまい、あーってなってた気がしました。いや2のこれどこなんだろうなこれなみたいな、なんか初見の時も撮ってないと思うんだけどな、どうかな、最終的にね、その指輪取ることなく、ダークソウル2、俺直縛りはもうクリアしてしまいましたけども。あれはあれで楽しかったなぁ。で、ね、このダークソウル3のね、俺直、やんのかやんねえのかみたいなね、話、出てますけども。個人的にはまあ何らかの形でやりたいなぁとは思ってはいるんですけど、その前に、まだね、ちょっと、ブラッドボーンの DLC がまだ全く終わってないのと、で、ブラッドボーンもなんかね、何らかの縛りもやりたいし、どうなんすかね、まあ、もっとでもね、時間が許さないな。他にもいっぱいなんかね、やりたいゲーム、収録しながらやりたいゲームいっぱいあるので、で、まあ、本当に、もう、皆さんも本当にね、あ、そういえば藤丸なんかいたなっていうぐらい、もう忘れ去られたぐらいにさらっと、今やんのかよみたいなタイミングで、まあ、やるかもしれないし。どうしてもやりたくなってすぐやるかもしれないし、それは分かりません。ただ今のところは本当にもうね、やることがちょっとあるので、やりたいことがね、まずはそれを消化してからやりやらないを考えるのかなと。あれちょっと今左下にあいついない？あ違うか、あ違ったわ、イーゴンかなと思ったら違ったわ、あれイーゴンだよね、あのなんかブラムドみたいなの持ってる、一緒それっぽく見えたけど全然違いました。ただのこれな、三つ股やろうか。はい、でここで降りちゃって、あここに出るのかっつって、それ以降多分ねあそこ行ってないと思うんだよな。だ結構なんか見落としてるような気がするんですよね。これこうなった状態でここ飛び降りたら死ぬのかな。でボス戦の時あの高さで落下しても落下ダメージ全くなしっていうのがね、ちょっとフロムの優しさでしたけどね。プレイ中ちょっとあえて言わなかったと思うんですけど、あれと思いましたよね。あ、ダメージねえんだと思って。これでね、あともう、矢がね、振りやんだっていうことで、はい。で、あれ、この後どうしたのかな？こっちの、もう一回探索するのか？
なんて言ってるんですかね、このおばちゃん。まあ、英語全くわからないマンなんで、ちょっと、まあ、英語がどうかもわかんないですけど、なんとかカースって言って、なんか呪いがどの子のって言ってるのかな。これが女性だっていうのがね、分かったとき本当にもうね、ざわっとしましたけどね。あ、そこのアイテム取り忘れたんですよ。この犬のこの目が気持ち悪いですよね、なんか。あ、残り火、残り火なぁ。結構残り火ですね。あとあとちょっとね、残り火不足になんかもね、この後ちょっとあんまり喋るとあれですけど、ちょっと陥ったりもしますが、この人な、本当に強くて、あ、もうダンダンダンもね、まあモーションある程度覚えてしまえば、まあ相手が振り終わった後に攻撃すればそこまで食らうことはないんですけども、でも分かってても行っちゃうのがおっさんですよね。あーね、この長期のね、やっぱ初見ゾーンの探索の時はこの精霊のリジェネにはだいぶお世話になりまして、やっぱり今回ね、あの雫石とかないのでね、やっぱ回復手段が基本的にエストか奇跡しかないっていうことで、まあ、指輪でもねある程度あったり、まあリジェネ効果のある装備品も あるかもしれないですけど、まあ大体でも僕あれですよね、初見の時はやっぱりその魔術とか呪術とかではなく、なぜかこう奇跡を、このアンバサ戦士的なのがやっぱり、好きなんだな。これね、まあこれはまあ好みでしかないんですけども、まあ僕はよくね、いつもDLC二周目とか一緒にやる黄色いおっさんこと、キヨっていうのがいるんですけど、あいつなんかはもうね、あいつイメージこう盗賊じゃないですか。で、僕の場合、なんかこう、奴隷っていうね、奴隷とか亡者っていうイメージが、もうちょっとついちゃってますけども、キヨはなんで盗賊かっていうと、あれはやっぱりね、昔ね、テーブルとか RPG をよくね、遊んだんですけど、キヨはいつも盗賊やってたんですよ。盗賊のロールプレイで、僕はね、戦士か僧侶なんですよね、大体を好んでよくロールプレイしてたんですよ。なのでなんかその、まあ、ガチ僧侶でもいいんですけど、多分メイスとかすごい好きなんですよ僕は。デモンズもね、初見の時は完全にもう僧侶プレイでしたからね、なのであんまりその奇跡っていうものに関して抵抗がないというか、割と使いたい方なんです。ただあんまりオフェンシブなね、奇跡はあんまり使いたくはないんですよね。だ、多少の回復とまあやっぱドゥーン的なやつとかぐらいだったら、まあ、使ってもいいかなと。本当はもっと使いたいところはあるんですけど、まあでもやっぱりこのゲームね、その魔法よりかやっぱこのやっぱ剣撃アクションっていうか、こう盾と剣と盾で戦うこと自体が楽しいので、やっぱそっち重視で、あとプラスアルファちょっと奇跡も使うかなっていうのが、やっぱ初見の時の、一番最初にね、
初見でこの世界を楽しむときは僕はそう、それが一番僕にはしっくりくるというか、こう世界観に入っていけるスタイルなので、どうしてもそうなっちゃうということですね。あ、でこのねイルシールの直剣ということで、初めてこれで霊気属性の武器を取ったんだよね、多分ね。でこのあとややしばらくこれ使ったかな。今ね能力値がちょっと足りてないので、何が足りてない、筋力が今12なのでもう2足りてないなってことで、確かこの後レベルを2つ筋力に振るんじゃないかな。おーって言ってますねこれね口が王の口になってましたけども、